気象速報です。岩手県に大雨警報が発表されました。詳しいエリアを見ていきましょう。岩手県の盛岡市、八幡平市、滝沢市に大雨警報が発表されました。盛岡市、八幡平市、滝沢市に大雨警報が発表されました。ではウェザーリポートを見ていきましょう。八幡平市より11時23分にいただいたリポート。もくもくとした黒っぽい雲が流れてきました。上空少し隙間から青空見えているんですが、そこの黒い雲が近づいてきていることが確認できます。非常に変わりやすい天気になっていて、急な激しい雨に要警戒です。では現在の雨雲の様子、皆さんからの報告見ていきましょう。11時30分現在の様子ですけれども、岩手県広い範囲に活発な雨雲がかかっております。細かいものなんですけれども、赤に映っているところもあり、雨雲の元ではザーザーといった強い雨や激しい雨が降っていることが予想されます。警報が発表されました北部の内陸方面で雨雲が発生発達している様子が確認できます。では今後の雨雲の予想を見ていきましょう。今後雨雲自体はですね、東の方角へ進んでいく予想なんですけれども、この雨雲が成長、次々と新たな積乱雲が発生することによって、同じ場所で強い雨、激しい雨が何回か続いてしまう恐れがあります。内陸山沿いの方ということでですね、土砂災害の危険性も高まります。急な崖など危険な場所にお住まいの方は安全なところに避難を行うようにしてください。この後も雨の降り方に気をつけて安全なところでお過ごしください。岩手県の大雨警報についてお伝えしていきました。